大きな大きな1点が福岡に入りました。セットプレーからでした。これは大きいですね。まあ、1点目となるコーナーキックからのセカンドボールですよね。最初のところはね頑張って競れてるんですけれども、はい、この2つ目のところで突ききれなかったですね。ディフェンダーにワンタッチありましたかね、はい、岩下のシュートですがパクコンと群馬のディフェンダー2人いましたが